守山市内のサッカー場でサッカー教室が開催されています。講師は守山市出身のプロサッカー選手、村田和也さんです。村田選手は小学3年生の時にサッカーを始め、安高校で第85回全国高校サッカー選手権大会に出場、2011年に J リーガーになるという夢を叶え、現在は柏レイソルで活躍中。村田選手は小学5年生の時に滋賀県出身で当時の日本代表井原正巳さんのサッカー教室に参加し、プロになる夢を持ったといいます。その夢を子どもたちにも持ってもらいたいと願って、このサッカー教室を開催しました。守山っていうのは本当に大好きですし、小学校時代に5年生の時に井原選手にこのようなイベントをやっていただいて、やっぱり本物に出会うことの大切さ、僕もプロになれるんじゃないかなっていう本当にきっかけになった原点だったので、こういう機会を通して俺もいけるんじゃないかなっていうふうな思いになってほしいっていう強い願いのもとで、本当に今開催できていることに嬉しく思います。ゲームができて、楽しかった。プロに教えてもらってすごくいい経験をできてよかったです。子どもたちに夢を伝える取り組みがもう一つ。村田選手は地元の小学校などで夢を持つことの大切さを教える夢授業を行っています。みんなも夢を教える。はい、はいはい、アイドルになりたい。僕の夢は YouTuber です。夢っていうのはどれだけの人に言ったか書いたかない。で俺も小学校3年生の頃からもサッカー選手になりたいって言ったから、もうサイン書いてた。女の子とかみんなに返したの。俺夢あるから書いてたらって連絡帳に。みんなの前でアイドルになりたいとか、で YouTuber になりたいとか、そうやって言うっていうのはすごい勇気のいることだし、そうやって言ったら叶うよ君たち絶対。あ、夢持つことって大事なんだなとか、夢って叶わないものだと思ってたけど夢って叶うんですねっていう風な言葉とか感想文に書いてて、滋賀県の子どもたちが本当に夢や希望がね、元気とか溢れる子どもたちがたくさん増えてほしいなっていうのが願いです。平成29年にはプロサッカー選手と子どもたちが交流し、スポーツを盛り上げようとプロサッカー滋賀県人会を発足。会長には村田選手が就任しました。プロサッカー県人会というのはやっぱり滋賀県にまず20名近くのプロサッカー選手がいますし、滋賀県の子どもたちが本当に身近に感じてもらって、プロ選手というのを自分もできる、私もできるっていう風になってもらうのが本当に狙いですね。自分の夢を叶え、夢を持つ大切さを子どもたちへ教えてくれている村田選手。最後に今の夢を教えてください。滋賀県にやっぱり J リーグのチームが誕生するっていうのが自分の夢ですし、そこで自分が将来的に、選手なのかどういう立場か分かんないですけど、自分が関われるようになっていきたいなと思っています。本当に滋賀県にたくさんいい選手がいるので、その人たちが地元に帰ってくる、また地元でプレーしたいと思える場所を、作っていきたいなと思います。